伊豆急行線。伊豆急行線は、静岡県伊東市の伊東駅から、静岡県下田市の伊豆急下田駅を結ぶ、伊豆急行の鉄道路線。1961年、昭和36年12月10日に全線が開業。伊豆半島東部の海岸沿いを走っているが、実際に海が見える区間は半分程度である。これは、伊豆半島特有の山が、 海までせり出す地形のためにトンネルを多用しなければならなかったためである。また、箱根山戦争の余波、伊豆戦争とも呼ばれるにより西部系の企業に現在のカプリンスホテル付近などの海沿いの土地を抑えられてしまい、河津伊豆急下田間で山側の現在の谷日トンネル経由にルートを変更しなければならなかったことも影響している。伊豆急公園線は古くから温泉街が多く、 建設当時はトンネルを掘る際、地盤に源泉が染み込み、たびたび落盤事故を引き起こしていた。この事故で、多数の建設員が犠牲となった。川名福岡では、海抜100メートル長の位置から海を見下ろすことができる。眼下には、川名岬、川名ホテルゴルフコースが広がる。片瀬白田伊豆稲取館では波打ち在近くを走る、伊豆急の車窓を代表する区間で、 リゾート21に乗車すると、視界いっぱいに海が広がる。この区間では、ワンマン運転列車を除き車内放送で車掌が、伊豆七島の案内放送をする、伊豆急行線に入れてくる JR 東日本の特急スーパービュー踊り子では、あの、ビューアテンダントが放送を担当する。天候が悪く見ることができない場合は、本日はあいにくご覧いただけませんがなとその旨、断って放送する。 2010年、平成22年3月13日に全線に IC カード、スイカを導入し、これによりパスモなどスイカと、相互利用可能なカードも利用可能となった。なお、伊豆急行では、JR 東日本発行のスイカの発売のみで、自社での発行は行わない。定期券も従来のものである。なお、伊,東伊豆急線内艦を利用すると、履歴には、伊久伊豆と表記される。 JR 管理駅である伊藤駅を除いたすべての駅には自動改札機は設置されておらず駅員が列車ごとに改札を行う。前述のように追加導入に伴い南伊藤からの各駅に IC カード用の簡易改札機が設置された。一部の駅では自動券売機が設置されており伊豆急行線はもちろん伊藤駅から先の JR 伊東線静岡 東京方面への連絡乗車券や、踊り子号の自由席特急券が購入できる。発見される乗車券は時期化されているので、伊藤駅と熱海駅から、先の各駅に設置されている自動改札機に通せる。新幹線を含む指定席特急券と JR の遠距離乗車券は、特急停車駅にある緑の窓口販売されているが、伊藤駅を除き、クレジットカードは、 使用不可である。2012年、平成24年4月1日より、稲谷津佐駅と伊豆北川駅は終日無人駅となり、窓口は閉鎖され、券売機なども撤去された。終日無人となったため、緊急通話用として、稲谷津佐駅は伊豆急下田駅に、伊豆北川駅は伊豆高原駅に、自動でつながる電話機を設置した。 終日無人駅である稲あず駅と伊豆北川駅以外は有人駅であるが、この両駅以外の特急通過駅及び伊豆あた駅、河津駅では一部時間帯に無人となるため、乗車駅証明書発行機と運賃収受箱が設置されている。この乗車駅証明書発行機は JR 東日本の乗車駅証明書発行機とは全く違い、路線バスなどに設置されている。 小田原機器規制の関連式式整理券発起が使用されている。駅員がいる場合でも、駅の見回りなどで不在の時に使用されることがある。運賃収受箱は、早朝、夜間の一部時間帯と日中のワンマン運転時に、車掌が乗務しておらず乗客の運、切符を無人駅で車掌が回収できないため、設置されており、運賃収受箱の近くに、 各駅からの運賃が記載された表が貼られている。近年、JR 東日本と同タイプのものでない非常ボタンが設置されている、踏切を対象に、非常ボタンが JR 東日本と同タイプのものに取り替えられている。また、特殊発行信号機は、踏切では、伊豆急行独自のデザインのものが使用され、海岸線や山間部などに設置されている、落石警報では、 一般的な半時計回りに点灯する五角形のものが使用されている。踏切動作反応等は一般的なデザインのものが使用されている。踏切の警報音はほとんどの踏切が東急の踏切と同じ警報音が使用されている。2017年度、平成29年度より JR 東日本の ATSS と互換性のある ATSSI から ATSPN への 更新工事が順次、進められている。なお、更新工事は2017年、平成29年2月中旬に、伊藤、富戸、城ヶ崎海岸間に存在する富戸トンネル間が、2018年、平成30年3月上旬に富戸トンネル、伊豆大川伊豆北川間に存在する大川トンネル間が完了している。1961年の開業当時より、 優等列車の多くは、伊藤駅で接続している JR 東日本の伊東線を経由して、東海道本線と直通している。普通列車も、朝晩は伊藤駅での折り返し運転となるが、日中については、伊東線の熱海駅まで直通運転する列車が多い。普通列車は、かつて、伊豆急下田駅熱海駅間で、国鉄、JR 東日本と、 相互直通乗り入れしていた。そのため、当線の開業当時一等車、後のグリーン車を連結していた国鉄持ちの伊東線用編成にあわる必要があったことと、沿線に別荘地が多く、需要が見込めることから、伊豆急行でも二等車、後の普通車だけではなく、一等車、後のグリーン車も保有し、自社の普通列車にも連結していた。後に特別車両の ロイヤルボックスを連結するようになったが、現在では、東京へ乗り入れる特急、リゾート踊り子以外の自社列車には、グリーン車やロイヤーボックスなどの特別車両の連結はしていない。なお、JR 伊東線の熱海駅伊東駅間の列車の、内津急行線に乗り入れない、普通列車についても、東海道線品川、東京方面への直通列車を除いて豆急行の車両が使用されている。 普通列車の運行本数は昼間時間で1時間に2本、程度。日中は、伊東線直通列車を含め8000系、電車に編成を連結した6両で運転される。ただし、伊豆高原以南は時間帯によって、同駅で後方を切り離して3での運転となる。その場合の後方3両は、普通伊豆高原と行き先表示され、車内の電光掲示もそれに伴った表示となる。 乗車中は3.4両目間の行き来ができない。また、リゾート21での運用時も、伊豆高原駅から先は8000計算量に取り替えて、運転されることもある。なお、特急停車駅と一部の特急通過駅のホームは重量両編成に、対応している伊東駅は1両対応。定期列車は、特急列車、踊り子スーパービュー踊り子、普通列車の2種別のみであるが、 観光シーズン等の多客機になると特急列車の増発や臨時の快速列車の運転が行われる。観光列車として2016年7月16日から東海道本線小田原駅伊豆急下大駅間で臨時快速伊豆クレイルが土休日中心に一往復2017年7月21日からは東海道本線横浜駅伊豆急下大駅間で ズロイルエクスプレスが運転されている。大雨に弱い路線で運転見合わせが発生しやすい。早朝、夜間及び日中の伊豆高原以南の一部普通列車には8000系を使用したワンマン運転が行われている。ただし、運転士以外にもう一人乗務員が乗務しており、一部の時間帯を除く乗車券の発券や収札を担当している。このため8 0系には、 自動放送装置は設置されているものの、運賃箱や整理券発行機は設置されていない。ドア扱いはすべて運転士が担当し、もう一人の乗務員はドア扱いを行わない。伊豆急行線の近年の輸送実績を可表に記す。輸送量は減少している。表中、輸送人員の単位は万人。輸送人員は年度での値。表中、最高値を赤色で。 最高値を記録した年度以降の最低値を青色で、最高値を記録した年度以前の最低値を緑色で表記している。伊豆急行線の近年の収入実績を過表に記す。表中、収入の単位は千円。数値は年度での値。表中、最高値を赤色で、最高値を記録した年度以降の最低値を青色で、 最高値を記録した年度以前の最低値を緑色で表記している。道路線には JR 東日本の車両が乗り入れている。2002年12月以降は特急型車両のみ。国鉄 JR 東日本からの過去の乗り入れ車両は以下の通り、普通列車用の車両も乗り入れていた。その他団体列車で様々な車両が入線していた。下谷、 須崎御ご用邸があるため市鉄では珍しくおし列車が乗り入れる。最近は特急、踊り子、スーパービュー踊り子のグリーン車に乗車しているため、黒157型や1号編成を使用した純粋なおし列車は乗り入れていない。一方、1973年6月5日と1975年3月12日には、ご両車に100系グリーン車。 サロ182号を使用したお召し列車が伊豆高原伊豆急下田間に運転されたこともある。また、1号編成の後継としてお召し列車にも使用される E655 系が2007年11月8.9日に伊豆急下田まで試運転を行った。踊り子、スーパービュー踊り子、リゾート踊り子。 マリンエクスプレス踊り子の停車駅については、列車記事を参照、船内での臨時停車もあり、ほとんどの駅が一線スルー化されている。なお、伊豆を関する駅名、例、伊豆稲取が多いのは、開業当時に国鉄と連絡運輸を行っていた、東海自動車のバス駅やバス停、例、稲取と区別するためである。伊豆北川駅に関しては、日本本線の北川駅との区別も兼ねている。 城ヶ崎海岸駅から伊豆高原駅へは、一駅で海岸駅から高原駅に行き来できるが、城ヶ崎海岸駅標高約93メートルの方が、伊豆高原駅標高約63メートルよりも標高の高い場所にある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。